ラストラインは、道場味一による日本の警察小説。2018年11月9日に、文春文庫から刊行された。2020年6月、テレビ、東京系列で、ラストラインシリーズ初となる、テレビドラマ化され放送された。定年まで、あと10年、脅威の記憶力に優れ、行く先々で事件を及ぶとも言われるベテラン刑事、岩倉つよし。 自身50歳となる誕生日の目前、捜査一家から所轄の南大田署へと移動になる。その直後、館内で、独居老人が殺される事件が発生。元、交番勤務で、同じく移動してきたばかりの後輩女性刑事、伊藤彩香と共に、事件の捜査に加わるが、その捜査中に、新聞記者の自殺も発覚する。二つの事件に関わりはあるのか ドラマスペシャル同情春一サスペンスラストライン刑事岩倉剛と題し2020年6月29日の20時22時8分にテレビ東京の月曜プレミア8で放送した主人公となる定年まであと10年のベテラン刑事岩倉剛役を村上博明が務めその相棒となる新人女性刑事伊藤彩香役を志田未来が演じた 今回のドラマ内では、1932年に、パブロ・ピカソ制作の油彩作品、夢、リリーブを、ピカソの資産を管理するフランスの、ピカソ・アドミニストレーションから、特別に許可、承諾を得て、複製使用し、劇中に登場させた。この記事は、以下のカテゴリーでも参照できます。ラストライン刑事、岩倉強氏に関するカテゴリー、ありがとうございます。